維新100年記念公園維新100年記念公園陸上競技場メインスタンドからフィールドを望むメインスタンド維新100年記念公園陸上競技場は山口県山口市維新公園4丁目の維新100年記念公園内にある日本陸上競技連盟公認第一種陸上競技場休憩場としても使用される施設は山口県が所有し 一般財団法人山口県施設管理財団が指定管理者として運営管理を行っている。なお、福岡県久留米市に本社を置く建築資材販売会社のミライフが命名権を取得しており、2018年1月12日から維新ミライフスタジアムの故障を用いている。1963年5月に同年10月開催の 第18回国民体育大会の主会場、山口県営陸上競技場として建設された維新100年記念公園内で最も古くからある施設である。現在の競技場は2011年に山口県で開催された第66回国民体育大会第11回全国障害者スポーツ大会の主会場とすることを念頭に2007年からの4年計画で 改築が行われたものである。設計のコンセプトとして以下の3点を掲げている。山並みと調和した雲のような風景山々や公園の並木に囲まれた周囲の景観との調和に配慮しメインスタンドの屋根はスタンド長部を支点に高さ56.2メートルの2本のマストで釣られた半吊り屋根構造となっている。誰もがスポーツを楽しめる空間トップアスリート向け、 だけではなく、一般県民にも広く利用されることを想定し、バリアフリーの対策として、エレベーターやスロープの設置といった、ユニバーサルデザインに配慮している。エコロジカルな競技場雨水や、地下水、太陽光などの自然エネルギーを有効に循環させて、利用させている。改築にあたっては、現在の日本陸連外一思公認基準的法と、ともに、 J2 クラスの本拠地誘致を見据えて、各種規格が見直され、トラックを400メートル9レーンに増加、雨天走路の新設、バックスタンド及びサイドスタンド下部の一席化と、メインスタンド一席の戸籍化、夜間照明、大型映像装置の設置などが行われた。新競技場は、スタンド整備の落札業者が、指名停止になるなどの問題のため、 一般競争入札が3度行われるなどのトラブルもあったが当初の計画より半年遅れの2011年3月19日に完成した。翌日の第39回全日本実業団ハーフマラソン大会がこけら落としとなる予定だったが東日本大震災の影響でオープニングセレモニー並びに全日本実業団ハーフマラソン大会が中止となった。 2013年に当時中国リーグ所属だったレノファ、山口 FC が J リーグ準加盟した際に本競技場をホームスタジアム登録しており、2014年以後、JFL 及び J リーグでのレノファのホームゲームは主に本競技場で開催されている。収容人員は2万人とされているが、J2 以上の公式戦では芝布石が認められていないこと、レノファ山口が J2 に参入する際の2015年の J2 ライセンス審査において芝生の常緑化、常設記者席の設置の必要性が指摘され2015年度末に改修工事を実施した関係で2016年時点での入場可能数は14,850人となっており J1 基準は満たしていない。これについて 山口県知事の村岡津具生は2016年5月17日の定例記者会見でレノファの J1 ライセンス申請に関連して座席の増設など申請に必要な施設について J リーグと打ち合わせて支障がないようにしたいと J1 ライセンス基準に適合した改修を行う計画があることを示唆2016年シーズンオフに了 サイドスタンドの芝生席の一部を立ち見席に回収して収容可能人員15,115人を確保した。なお、山口県営陸上競技場の施設概要は以下の通り、山口県の行財政構造改革の財源確保対策の一環として、県有施設では初めて命名権の導入を決定。年額1、0円以上の3から5年契約で、 愛称に、陸上競技場または、スタジアム、かつ、維新の文字を必ず入れることを条件に2017年10月10日から10月31日の期間で命名権者を募ったところ、2社の応募があり、条件等を勘案して、福岡県久留米市に本社を置き、防府市にグループ会社を有する建築資材、販売会社、ミライフとの間で命名権契約の締結を行った。 命名権による愛称は維新未来スタジアムで契約期間は2018年1月12日から5年間契約金額は年額1200万円なお命名権採用後は基本的に上記の名称を使うことになっているがクリーンスタジアム規定が適用される国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合大会では例外として 正式名称を使用する。ありがとうございます。